TV ジャックは、バンダイが発売していた家庭向けテレビゲームシリーズ。キャッチコピーは、テレビを乗っ取れ。正式名称は、バンダイビデオメイトオールカラー TV ジャック。バンダイが1970年代に発売していただい、一世代のテレビゲームシリーズ。ハードウェアの開発はすべて科学技術研究所が行っている。同時期にテレビゲームシリーズを展開していた。 トミー工業の t v ファンとは一部で同じ LSY チップの供給を受けており、そのためゲーム内容が重複するモデルが存在する。t v ジャックスーパービジョン8000発売後、バンダイはテレビゲームの自社開発を長らく休止し、インテレビジョン、アルカディア、高速船など、米国製ゲーム機の輸入販売に切り替える。 これは、インテレビジョンクラスで3年程度の開発期間と、3から5億円の投資が必要になることから、あえて自社開発にこだわる必要はないと、経営側が判断したためである。また、開発体制を、当時の主力であった LSI ゲームに集約させる、目的もあった。次に、バンダイが、自社開発のテレビゲームを発売するのは1994年の、プレイディアになる。 テレビ CM でタモリが TBE ジャックと言ったり、反則チラシにもそのような記述がされていることからこの商品名を TBE ジャックと記憶している人もいるが、実際の商品パッケージにはビデオメイトテレビジャックと書いてある。AB コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P52ABCMB ムック懐かし ファミコンパーフェクトガイド101ページ、ABC コアムックシリーズナンバー682、電子ゲーム懐かしブック P56、玩具市場の動向と、展望1982年版。ありがとうございます。